はい、本日は4月23日木曜日朝6時22分になります。まあ、相場解説の方なんですけども、今ね2020年の4月23日1時31分5時間前のチャート足を見ていただいてるんですけども、こちらをご覧ください。赤でちょっと書きましょうかね。この丸の中です。上髭がいっぱい集まってるでしょ。まあ、ですんでここから下にねビューッと行くと、昨日の深夜は考えていたんですよね。で、移動平均線を見ると上の方に広がってるわけですよ。ですから移動平均線を意識しちゃうと、実はこれは下に下がるってことを考えにくいんですけども、ただねヒゲを見ていくと、これは上の方から下の方に行くんではないかなってことが考えられるわけですね。もう一つこの横の線があるじゃないですか。これここがですね、ヒゲを出したら跳ね返って下に行く、ヒゲが触れて下に行く、でここもだいたいヒゲが出したら下に行って、で、もう一回ここがヒゲに触れたんで下に行くっていう形が見えるわけですよね。でこれがだから5時間前ですよね。ですからあと5本チャートバーができるわけなんですよ、ここに。さあどうなっているのかをちょっと見てみましょう。こちらがそれから5時間後ですね。ここにヒゲの束があって、どうですかね、それから後の動きってのは下の方に行ってないです。移動平均線はこっから横の方にもつれましたよね。というふうにヒゲを見ていくのがものすごく大事だよってことなんですよね。ちょっと昔ですけども、ここのヒゲ見てください。その後どうなってます？ドワーッと上行きますよね。他にも、まあ、ここはちょっとねちっちゃいヒゲなんですけども、こことここはでも見ると上の方に向かってますよね。あとねヒゲの束なんですよね。ヒゲの束が出た後どうなるかってことなんですよ。このヒゲの束は左側にはちょっとないですけども、右側に束が集中してますよね。で臨界点を突破したところでズバーッと上がるってことになってきます。まあヒゲをね普段から強く意識して判断材料の一つですよ。ヒゲがあれば何でもかんでもじゃないですよ。ヒゲを判断材料の一つにすることが大事です。あとね今ねこのレンジ幅がすごくちっちゃいんで、私はちょっとまあ実際にエントリーすることはないですね。ただヒゲとか移動平均線の動きがどういうふうに関係してるのかっていうのは、そのボラティリティがちっちゃかろうが大きかろうがどっちでも解釈できますんで、まあ昨日はねそういうふうにしたってことですね。ちょっと深夜に及んでずっと FX 見てたんですけども、今週は大きな動きがあると思ったんですけども、ちょっとねなさそうですね。このままエントリーできないまま終わっちゃいそうです。すみません。やっぱりねこのレンジに入ると私は空きし力を発揮しないですね。まあ誰でもそうかもしれませんけども。本日は以上です。